2023年12月10日、鹿島臨海鉄道と JTB 水戸支店が1日限りの復活運転、大洗エメラルド号で行く臨港線の旅が開催されました。第3セクターの鹿島臨海鉄道に JR 東日本の DE10 型と12系客車1両が走るというツアー列車、近年では大変珍しいものとなっています。乗車区間は大洗から神栖の間を1往復、神栖駅にて大洗エメラルド号の編成と鹿島臨海鉄道車両の撮影会などを実施したとのことです。このツアー列車の特筆する点は、1点目に JR とは別会社である鹿島臨海鉄道において、 JR が所有する機関車と客車が走ること、しかもこの客車は群馬県の高崎から運んできています。2点目は貨物専用となっている臨港線に JR の客車が乗り入れて貨物駅となっている神栖駅へ向かうこと。3点目はツアー列車とは関係ありませんが、大洗駅に敵回し作業が行われたことです。1990年代では JR の車両が山積に乗り入れることは珍しいものではありませんでした。しかし安全管理の面から現在では非常に稀なものとなっています。10時13分に大洗駅を出発する大洗エメラルド号がやってきました。鹿島臨海鉄道とは別会社の車両ですが、なんだか堂々としているように感じます。鹿島臨海鉄道はもともと国鉄路線として建設が始まっていました。地方路線ではありますが、高規格な作りとなっています。国鉄時代の車両が JR とは別会社である鹿島臨海鉄道の大洗駅から出発するというのは実に貴重なワンシーンとなっています。取り付けられたヘッドマークも良いデザインでよく似合っています。ツアー列車といえば豪華な車両で高級フルコースを堪能するというのが流行っていたようですが、このような昭和の車両でも十分に素晴らしいと感じました。旅客時代の神栖駅ホーム入り口に来ています。1978年から1983年まで旅客営業を行っていた名残で旅客ホームが残っているのです。神栖駅は貨物駅となっていますが、車両基地が構内にある関係で貨物列車だけではなく鹿島臨海鉄道の機動車も日常的に乗り入れています。11時40分ごろ、少し遅れて大洗エメラルド号がやってきました。JR とは別会社の路線に入るだけでも珍しい上に、さらに貨物線を通って貨物駅である神栖駅に DE10 型機関車と1両の12系客車がやってきました。信じがたいようなことが実現したことに驚愕しました。ディーゼル機関車であれば、鹿島臨海鉄道でも保有しているにもかかわらず、JR 東日本から借り受けたディーゼル機関車を使用していることに、このツアー列車の企画に強いこだわりを感じます。ツアー参加者は撮影会や汽笛を鳴らす体験会などが行われていたようで、何回も汽笛が聞こえました。工業地帯内にある神栖駅ならではのイベントだと感じました。13時48分、時刻通りに神栖駅を出発します。遠くてよく見えませんでしたが、出発の直前に気回し作業を行っていたようです。鹿島臨港線、いつもなら大量の貨物を牽引するディーゼル機関車ですが、今回は1両の客車、本当にシュールなものです。ここで注目なのが、客車の後ろ姿がなんとつま面となっているのです。他の車両と向き合う面をつま面というのですが、そのつま面が後ろ姿となっているのです。これもまた良いものです。乗客が乗っていなければなんだか廃車回送にも見えてしまいます。
15時4分に大洗エメラルド号は終点の大洗駅に到着となったようです。その後は機関車と客車を JR 東日本に返却する回送が行われます。日没が迫った頃に今回の役者がやってきました。夕日を浴びて水戸へと向かう DE10 型と SAF12、 その走る姿は大役を果たして安堵しているようにも見えてきます。2023年12月9日には試運転を実施、それに伴い大洗駅では客車列車ならでは軒回し作業が行われました。木回しとは、先頭の機関車を切り離して最後尾へ付け替える作業のことを言います。この木回し作業は終点の駅で客車列車が折り返す時に行われます。客車列車のメリットとして、機関車を付け替えればどこでも走れる点であったり、需要に応じて編成の長さを調整しやすいということが挙げられるでしょう。しかしこの木回し作業は鉄道会社にとって負担となっていて、 JR の定期列車では消滅してしまっています。大変貴重となった JR の客車列車が JR とは別な会社で運行されるというのは稀と言っていいでしょう。現役の旅客向け JR 車両が私鉄に乗り入れることは1990年代では珍しくもなく、各地で頻繁に行われていましたが、安全管理の面からも減少傾向となっていました。機関車が切り離されて引き上げ線へと移動していきます。そこで一旦大洗駅に併設している車両基地へと入り、定期列車が走り去るのを待ちます。定期列車が走り去ると、機関車は再び走り出して本線へと入ります。そこで機関車は方向転換を行い、再度駅の方へと戻ってきます。再度駅の方へと戻ってきました。そして再び鹿島神宮駅方面へと走り出します。鹿島神宮駅側には引き上げ線がないため、
本線上で一旦停止して折り返します。すると客車の最後尾側に機関車が回ってこれました。慎重に機関車が客車へと近づき連結します。これにより水戸駅側についていた機関車が反対の鹿島神宮駅側に移動したことになります。この機関車の付け替え作業を置き回しと呼んでいるのです。最後までご視聴ありがとうございました。